メインカギはドラムのマッチです。ボーカルのマダジです。はい、ということで早速聴いていきます。マダジ君が音楽を好きになったきっかけになったアーティスト、マッチモーターバンドとか。ですね、僕は中学校の頃にヒデが好きで。え？はい、ヒデ。はい、世代的にちょっとビジュアル系がすごい流行った時期でね。そうだね。マッチも好きよね。俺も大好きでした。マッチはなんかハマった？いや、もう数えきれないぐらいハマりましたけどね。なんかディル・アングレイとか。あとは？え、もう何名前言っといていく？ピエロやらないやろ、ね、あー懐かしいね。ほんとルナシーとかね。はい、そうですね。へえ、なんか今ヒデって感じじゃないけど。うん、そうね。なんかまあいろいろ、そこからいろいろこう友達がみんなそういうのが好きで、まあそういう流れで、まあちょっと音楽がどんどん好きになって、まあ、うん、例えば、まあ大学の時ハマったのは、ゴーイングステディとかね、マギーナボーイズ。あ、ボーイズして。そう、はいはいはい。あとは、やっぱアシッドマンとかが、やっぱちょっと好きで、うん、そうね。その影響をちょっとね、そんな感じだね。真似てみた。そうそうそう。うん。なるほど。そんな感じです。ああ。じゃあギターを始めた、まあギターボーカル。ギター。うん。ギターはね、あれ、ちょっと知り合いみたいな感じで、うん、ザ・ラブっていうボーカルの方から間接的にギターをいただいたのがきっかけですな。うん、もらったんだ。もらった。で、ボーカルもその時に、もう最初からボーカル？うん、なんかギターのね、練習しようと思ったけどね、全然しきらんけん、もう自分でコードをもう覚えて、うん、もうめんどくさいけど、もう自分で曲を作った方が早いなぁと思って。あんまめんどくさいから曲作ろうって人はいないと思う。そうね。まあそうなんだ。そう。じゃあでも最初からギターボーカル。そうね。なるほど。うん、で、まあ今ね、こうレインカリバーってなりましたけど、まあワーノックの時からね、ずっとやってて、まあなんか楽しかった話とか、まあこれきつかったなみたいな。バンドやってた時の思い出ってなんかある？ん？何？いや、その話聞いてる？バンド？バンドやってて今までの、うん、バンドやってて印象に残った思い出とか。そうね、やっぱまあ、これ真面目な話、バンドを通してやっぱね、普段の生活じゃこう知り合えないような人とか、まあね、こう好きなバンドが一緒なだけでこうすごい仲良くなったりとか、うん、うん、その普段関われない人たちと仲良くなって、こう、つながりが広がったのがすごい嬉しいですね。ああ。うん。まあまあ。確かに。マッチはどう？まあそうね。まあ最初からね、うん、なんかバンドやりたいと思ったのは、モテたいな、みたいなね。やっぱバンド、音楽やってるってかっこいいみたいな。あ、モテたいね。っていうのはね、ちょっとあったよね。なあ。実際はね、モテないよね。モテないよね。うん、まあ、まあ、こんなはずじゃなかったなぁと思いつつ、うん、もうずっとやってますけど、うん、まあでも最初やったきっかけはほんと、なんか、うん、まあ一緒にね、こう、学校の友達とやられることをしたいなみたいな。うん、なるほど。うん、そんな感じでしたけど。はは。で、じゃあまあ、うん、これから、うん、まあライブだったりとか、まあ音源撮ったりとか、いろいろしたいと思いますけど、うんうん、これからなんかやりたいこと、新しいことやってみたいとか、なんかそういうのあります？なんかやっぱね、今までこう、前のバンド名の時はライブしかしてなかったので、逆に今はね、ライブがあまりできない分、こういう形で、ね、YouTube とかね、ね、いろいろそういう、今ネット環境はすごい、まあそうね。うん。ネットの環境で、まあ、いろんな人と、不特定多数の人と繋がりたいな、と。うん。まあ、そこでちょっとこう、配信してね。そう、面白いことしていけたらなと思っておりますので、まあ、今後、ご期待くださいませ。はい。はい。ということで、はい。最後になんか、メッセージあれば。最後。やっぱ自分たちはこんな感じで、ね、顔がちょっと、あれだし、ね、見た目はあまりこう、花がある方じゃないんですけど、まあ、独自の個性をそれぞれメンバー持ってると思うんで、それを引き出しつつ、それをこう、ね、動画で出しながら、こう、やっていきたいなと思っております。おはい。ということで、以上、レインカリバでした。ありがとう。